こんにちは。主食はお米です。ついに、110連ガチャ、最後の日を、迎えました。今のところ、通常確率、7% を、上回っていますが、さらに、SS を出しまくりたいと思います。前回が、ひどすぎたので、今日は、出るでしょう。きっと、多分。それでは、ガチャを回していきます。幸先よし。アルテミスが出ました。覚醒できるようになり、オーブをつければ攻撃力が2000を超えますが、それほど強くありません。他に入れるカードがなければ入れてもいいかなーって感じのカードです。次を回します。おっしゃー、目指せパーフェクト。塔が出ました。攻撃と防御を下げ、麻痺を付与します。デバフ系では、普通のカードですが、状態異常がついてるので、多少活躍しそうです。でも、2枚目はいらんかなぁ。次回します。パーフェクト、来てるかも。2枚抜きですねー。メリッサが出ました。覚醒できるようになり、多少強くはなりました。水カムが足りないときつかってますわら。メリッサで一瞬がっかりしましたがわら。竹三日月は少し嬉しかったです。4回攻撃で麻痺を付与します。古文も優秀です。次回します。おーおい、終わった。パーフェクトならず。次回します。復活。お、マチカが出ました。2回攻撃の暗闇付与。全体かコロシアムで使ってもいいかもです。暗闇うざいですしねー。わら、古文も優秀です。次、サブを回します。終わった。終わらない。ホナミが出ました。水帯、必中攻撃で追加で水属性ダメージと怒りを付与します。使えるカードだとは思いますが、私的に単体攻撃なのが少し残念です。次回します。よっしゃー。一応2枚抜き。ピクリ姫が出ました。HP の回復量は高くありませんが、
最低3回の反射を付与してくれます。私は子分にハンプティ、ダンプティと魔獣の鏡を入れて2回発動させています。もう1枚がドワーブン、ウォーリアが出ました。敵全体に炎帯2回攻撃、対象が森属性だと赤盾を付与します。複数か殺し合う向きカードですが、エースに森を配置してる人は少ないですよね。わら次回します。はいはい、ライラが出ました。回復、防御、バフなど通常合体させないので親分として疑問を感じるカードですが、子分はすごく優秀です。次回します。終わった。結構当たっているのでしょうがないですね。次が7周年イベント最後の110連ガチャになります。一応、ニューカード、アンリエッタが出ました。防御スキル破壊、混乱付与カードですが、単発攻撃になります。盾破壊以外、あまり使える、イメージがありません。最後だったので、もう少し、使えるカードが出るのを、期待したのは、本音ですわら。10アカウント、110連回して、結果は、約 8.5% での、SS 出現率でした。いやあ、ガチャたくさん回せるのは楽しいですねー。でも、課金は絶対しませんわら。ご視聴、ありがとうございました。